石野陽造、維新陽気武道雑談、五代君、宝輝君、飯田君、とも言いたいが、飯田君はこれをまだ理解できる段階ではないので。飯田君は、まあ、参考のために聞いとったらよろしい。五代君や宝輝君は、私の言うことを理解できて、実際にやれなくてはならない。素手と素手の場合、当て身で、なち、突き蹴り、等の打撃で勝負をつけるのが一番短時間で決着がつき一番楽なやり方である。ところがもう一つのやり方は、そんなに相手に ダメージを与えたくないときは、当て身は崩す程度のほどほどにし、打撃は崩す程度のほどほどのものにし、あとは斬新連続で引き続いて崩していく。この崩しは今言うた打撃とは別で、やっぱり崩しの力の使い方がある。五代君30年やっていながら分かっていない。残念ながら勝つ子だけはやっているが分かっていない。宝輝君も同様に分かっていない。ここでどんな力を使うか、難しいことであるが、ある程度最初のほどほどのダメージ、打撃ダメージで相手を崩しておいた方がよい。その崩れた状態からどう力を加えてさらに崩すかである。私の考え方、崩さずに軽い打撃で、崩さずに次崩していこうとしたらえらい力がいる。最初の軽い打撃で崩しておけば、あと割に小さい力で崩せる。だから力としては軽い打撃の力とあとの崩す力は連続したものでなければいけない。軽く崩しておいてさらに大きく崩す。
という考え方で、その大きく崩すときには余り力を使わずに崩す。これ難しいこと言うている。そして最初の軽い打撃の時のスピードと後の崩していく力の質が違うと思う。後の方はもうちょっとスピードが落ちる。もうちょっと力が柔らかいというたいか、柔らかい力いうのは何や、言葉では言いにくいが、柔らかい力にならんといかん。そして最初の打撃の場合は当たる瞬間だけにちょっと力を 0.1 秒強くする。15ぐらいで構えとったら一瞬40ぐらい持っていくという考え方であるが、あとの力はそういうふうに一瞬 0.1 秒ぐらい40ぐらいまで力を出すというより、まあ普通やったら10の構えだけれど、まあ2、30で一瞬じゃなしに連続して力を加える。一瞬40まで上げるようなことはせんでよいが、連続的に10の力をまあ20、30、先生場合によっては指一本でやってるから20でいいと思うんだけれど、20、30に加える。これ相手の抵抗があったらわずか20、30の力だから相手の抵抗に負ける。この抵抗がないように一つ前もっての軽い打撃で ガツンとやっとかんといかん。だけどガツンとやったら痛いんで、先生はあえてそのガツンとやる代わりに柔らかい力でちょっと押し崩す。本番は40ぐらいで 0.1 秒ガツンとやった方がいいが、それ痛いんで軽く崩す。手を開いてね、軽く崩すいうことをやってる。軽く崩しておいて斬新連続で後の崩しに移る。後の崩しはもう40もいらん、20、30でいいが、今度目は20、30の力が連続する。それが先生指一本でやると言うている。なち五代君の宝福君のを見ていると、最初の崩しと後が本人たちは斬新連続しているつもりでおるけれどもしていない。
特に五代君の昨日動画を見たけれども、過去だけ分かっていない、全く。大先輩、30年の大先輩が分かっていない。どこが分かっていないか、そこちょっと動画で説明せんといかんが、分かっていない。ホーク君にも前から打撃と後のやつは違うんだよと、崩しは。と言うているが、やっぱり分かっていない。昨日気がついた。まあ以前にも気がついていたけれど、その力の違いが分かっていない。片一方は一瞬の打撃の方は 0.1 秒のバッと40で出す。あとはまた元に戻る。あとの方は 0.1 秒で出し、連続して20か30でビューッと崩す方へガイドしていく。片一方は 0.1 秒。片一方は 0.1 秒ではない。2、3秒続く。0.1 秒とこの2、3秒の差が3秒も続かんと思うけど、2、3秒の差が和田君や豊福君には分かっていない。2、30の力で2、3秒、片一方は40までの力で 0.1 秒、打撃の場合は 0.1 秒で40ぐらいまで。片一方はもっと弱い力、2、30で、まあ3、2秒、3秒。続く力。それ同じように考えているようである。いうことと、動画を見て考えた。ホーク君も五代君も相手から崩すときに離れすぎている。自分から離れたものを崩そうとして力を加えている。もっと密着すべき、ではないかなと思う。それと、割に背でやっている。腕でやっている。これ、腕の力先生できるだけ使うなと言っている。体の移動の力を使えと言っている。体の移動の力、プラス腕の力。にもかかわらず、体の力でなしに、腕だけの力に頼っているような感じがする。これ技術的なことだ。相手と密着する。あんまり離れない。腕の力だけじゃなしに、体全体の力。だち体の力と腕の力。これを忘れているんじゃないかなと。言葉で言うたらそういうことになる。けど、ちょっと言葉だけではなかなか分かりにくいだろうから。
また先生とおたたき、先生にこの内容をフォーク君や五代君が質問してくれるように。またこの間の動画といえば、この間の日曜日の素手と素手の動画で説明してくれ言うたらわかる。この動画にはっきり今言うた問題が現れている。ということで、以上の注意は五代君と宝輝君に与える。どっちもできていない。特に五代君30年もやっとるんだから、宝輝君は3年強ぐらいやっている。できんとあかん。五代君また仕事が忙しいからとか、年取っているからとか、いろいろ理由を言うだろうが、力を出さんでもいいんだから。本来フルで出したら100の力を一瞬40ぐらいまでとか、連続して30でと言うているんだから、何も力、年齢は関係ない。腰も30キロの荷物を上げ下げしているならば、そんな力は問題じゃない。20、30キロ上げる力はごつい。けど、俺は 100% のうちの 20、30% の力で十分だと言ってる。言い訳はいらん。二人とも、この間の日曜日の素手と素手、よく終わりの方にあったと思うが、今の力の入れ方の問題、よく自分で見るとともに、先生の動画の部分もよく見といてほしい。